はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。毎日10分のショートレクチャーでメンタルについて学びましょう。精神科医が心の病気について解説するチャンネルです。はい、今日はですね、並列的にスマホゲームをする生活というタイトルでちょっとお話ししようかなと思います。これ言うの忘れてましたね。この動画の内容は概要欄の方にですね、テキストでまとめてますので、もし時間のない方はそちらの方をですね、見てもらえると、いいかなと思います。はい。で、今日はですね、また同じこと言いますけど、並列的にスマホゲームをする生活というタイトルでお話しします。このタイトルでギクッとする人いません？いませんか？もしくはですね、このタイトルを見て、あれ、私の子供がこうかもとか思ったりしません？結構ね、全く関係ない人には刺さんないかもしれないけれども、刺さる人には刺さるタイトルですね。実はですね、外来をやっていて、こうスマホですね、これスマホ画面なんですけど、にもう9つとかもっと多くの数をですね、ゲームをダウンロードしておいて、こうもう全部朝からね、全部をやる人っているんですよ、患者さんで。それは大学生だったり、まあ引きこもりの方だったり、あとは別に会社員の人でもいるんですけど、もう全部やるんですね。無料の範囲でやるんですよ。だから先生、お金そんな使ってませんよ、でもスマホゲームやってるんですって言って、もう全部朝から一個ずつ全部入っていって、ログインボーナスを入れてちょっとやって、無料の範囲内でストレスがたまらない範囲でやって、で次のゲーム移るみたいな感じの生活をしている人たちっているんですね。で、彼らはですね、それなりに忙しくて、でもゲーム結構面白くて充実してるんですね。で、別にいいじゃないみたいな感じで言う人多いんですけど、います。で、無課金でやってるので、まあ、課金税にやられるんですね。なんか、ちょっと甘噛みしましたけど、甘噛みってずっと噛んでるだろうって感じしますけど、お金を、まあ、課金してる人たちに負けちゃうんです。だけど、まあ、もう、なんていうのかな、別に自分お金かけてないから負けてもいいよね、みたいな感じでですね、別にそんな傷つかずに、現実とは違い、いっかって感じで、ちょっと流して次のゲームに移るみたいな感じですね。で、ゲームやってても、そのゲームを愛してやってるんだけれど、ゲームの仕様が変わって、こう、そのね、課金しないと手に入んないキャラクターが弱体化したりすると、ザマーとか言って喜んだりするっていう、まあ、ちょっとね、悲しいところがあったりするんですけど、まあ、こういう人結構いますね。患者さんでいっぱいいて、大学生とかでも、なんか、レポート出せなくて、でも何してるのって言ったら、今ね、コロナだから友達とも遊べないし、ずっとスマホゲームやってて、で、この並列スマホゲー税なんですよ。だからそれでもう1年間無駄にしちゃいましたとか言ったりね、結構います。で、まあ、もうちょっとここの話をすると、無課金でやってるってことは、課金税に やられるためのこのクリボー役を演じてるってことなんですよね。だからゲームって、スマホゲームって、課金してる人たちが勝てるようにがマリオで、無課金の人たちはクリボー役を演じてるっていうふうに思えばいいんですけど、まあクリボー役を延々とさせられてても、別にそんなに嫌じゃないってことなんですよね。でもこれを言うと、いやいや、今そんな無課金の人を優しくしないと、無課金の人に対してその運営が結構優しくしないと、もう無課金税が離れて課金税も離れていくんだから、無課金でも楽しめるようになってるんですよって皆さんおっしゃるんですけど、でも、やっぱりね、やり込めばやり込むほど、課金税には勝てないし、そして、そんなにやらないんですよね、そもそも。並列的にやるから、ちょっと面白いところだけちょこちょこってやるから、まあ、依存でもないっていう感じなんですけれど、まあ、そういうのがあります。で、ですね、まあ、とは言いつつ、まあ、病院に来てるわけで、まあ、うつっぽくなってきたりするんですけど、まあ、よく言うんですよね。ゲーム依存ですか？これは私はゲーム依存なんですか？とか言ったりしますけど、ゲーム依存ではない人が多いですね。ゲーム依存っていうのは、ずっとこのゲームのことが頭が離れなくて、
もうずっと頭の中でもこう、ゲームのことばっかり考えちゃう。やりたくて仕方がないって感じなんだけれども、そうでもないんだよね。ただ並列的に飽きたら次に行く、飽きたら次に行くっていう感じで、なんかね、別にそんなにゲーム依存でもない。ゲーム依存っていうか、一つに依存してないから。依存というよりは、ただなんかこう、その、スマホゲーム、スマホのなんかその中毒性みたいなところに、なんていうのかな、操作されてるという感じなんですよね。だからなんか診断としてはですね、まあいろいろありますけど、例えば多いのは ASD、自閉スペクトラム症の受動型の人とか、ADHD ですね。ADHD の人に結構多かったりします。で、ここって合併したりもするので、まあこういう要素でですね、なんかこうスマホのこのタッチパネルのなんか感覚の世界とかに入っているんですね。で、この、まあ、ゲームをしてる時だけ安全な感覚を覚えるっていうパターンの人も結構いるなという感じです。だから、おじさんたちの釣りみたいなもんですよね。おじさんたちのキャンプ行って焚き火を見てるような感じで、延々とそのスマホゲームを淡々と一個ずつこなしていく。だからログインだけ入っていくっていうことをしたりすることに、こう、その規則性になんかすごくこう満足感を覚えたりする人たちも結構いるなという感じです。他にはまあ能力の問題ですよね。能力とかその不適応の問題だから、その現実社会に対してのその自分自身の弱さみたいなところに、まあうまくはまらなくて、そこの世界に入り込んじゃうっていう人たちも、まあもちろんいるし、まあよく皆さんが想像するのはこのパターンかなと思いますけど、あとはトラウマとか虐待の問題とか貧困の問題で、これ以外はできないとか、これ以外が娯楽がないってパターンも結構あるなって感じします。で、じゃあゲーム楽しんでるからいいでしょって言われるかもしれないんですけど、ちょっとですね、普通のゲームとはの使いやり方とはちょっと違うんですよね。この、まあ、こういう形でゲームをしている人ってですね、その、消費者みたいな感じなんですね。だから、ウィンドウショッピングを延々とし続けるみたいな感じで、なんか深まらない感じっていうのがあるんですよ。課金税もそうなんですよね。まあ、そんなこともないんじゃないんだけれども、まあ、ざっくり言うとですよ。別に、スマホゲームを、ね、擁護してるわけじゃないんですけど、まあ、とにかくお金をかけたら勝てるので、まあ消費者、ゲームプレイヤーとしては消費者っていう部族に入れられたりします。だからその競技者とは、か研究者とはちょっと違ったりするんですよね。競技者っていうのはまあ格闘ゲームとか FPS とかでいかに上手くなる、FPS もちょっと違うって言われたらそうかもしれないけど、まあとにかく上手くなる、操作を上手くなるために頑張るって感じですし、研究者っていうのはそのゲームの仕組みを理解して上手くやる、将棋とか研究者って感じですよね。そういうともちょっと違う。ただひたすら消費していくっていう、時間とかお金を消費していく消費者と呼ばれるようなゲームスタイルを好むという、のがあって、なんか妙に相性が良かったりしますけど、います。だからこう、これがですね、ゲーム以外にも現実でも同じようなことが起きてるってことも結構ありますね。例えばその、一つのところにとどまらず転職を繰り返したりとか、会話の中でも、その一つの話題が深まっていかずに、次の話題に移っちゃうとか、興味がまた移っちゃうとかね。なんか深入りを避けるような形で、自然と会話の流れを変えさせられる。だからなんか一個のゲームが変わる、一個のゲームが変わるというか、別のウィンドウに移っていくような、その錯覚を感じることがありますね。で、向上心がないんですかとか、うちの子供って向上心がないんでしょうかとか言われたりすることもあるんですけど、これはまあ、ようわからんっちゃわからないし、まあ、確かにそうかなっていう気は、もしますね、消費者というのは。でも、その向上心のなさっていうのは、まあ、不適応の結果とか、傷ついた結果かもしれなくて、そのゲームの世界では、まあ、向上心なんか持ちたくないよっていうことなのかもしれない。安全な感覚の世界に浸りたいということかもしれないし、興味がそこで集中し続けられないという発達障害の特性なのかもしれないとか、いろいろ考えますね。でも本当に多いですね。この並列的にゲームする人たちっていうのが患者さんにすごく多いですね。まあすごくっていうか、まあ2、3%ぐらいですけど、そういう人たちがいます。
まあ、かといってよ、いや、もうゲームやるのは一つに絞れよとか、そんなんじゃね、プレイ上手くなんないよとか、そんな説教じみたことは言わないですけど、あ、この人は並列的にスマホゲームをしてしまう人で、今とても傷ついてるのか、もしくはその発達障害的な問題があるから、その並列的な世界というか、この中でしかこう安心感を得られないんだなっていうふうに、まあ、臨床的には思ったりしてますね。まあ、一つのね、話ちょっとずれますけど、一つのゲームだけやっていればですね、スライムだけでもレベルマックスになれますから、まあ、たとえね、最初弱くてもね、スライムだけはつけれるじゃないですか。だから、まあ、頑張って一個のことをきちっとやっていくってことが、まあ、大事なんだけれど、まあ、なかなかね、スマホゲームだと一つのことやり続けられないので、課金しないと。まあ、こう、どんどん移っていって深まらない形に、まあ、誘導させられているというか、そういう、人にもともとなのか、なってしまったのかっていうのがあるかなと思います。はい。なんか、そんな感じですけど。まあ、今回はですね、まあ、並列的にスマホゲームをする生活ということで、どういう人たちがいるのか、どういう特徴があるのか、どういうメカニズムなのか、どういう点を気をつければいいのかっていう臨床的なですね、まあ、ちょっとしたなんか雑談をお話ししました。はい。では、以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、およびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。